久しぶりね、旅人。ひひ、安心して、国生さんを言ったっこ。そうよ、パイモンはまだ気づいてないみたいだけど、今年の会え、リーウェイ校は絶えず発展して、私たち七星はリーウェイの伝統を継承しつつも、そこで少し前に行こ話し合いをもとに、そマシナリー式でもタコって風の力を借りれば、答えはその質問、タコがどれだけ高くと風のない日だとどれだけ、その通りリー、それに気軽に遊べて楽しいものであればあるほどでしょ。私もこの間シャルロットさんのおかげで強度価格設定についうわいいおもちゃね。ほらね、国さん、ええ、確かにタコは長い歴史を持っているとはいえ、でも私にとってみんなはあまり想像できないかもしれないけど、古い詩集でこんなものを読んだことがあるわ。支援に託せし言葉、旅の者へ送らん、天外より未だ帰らざる人あり。昔のリーウェの詩人はよくタコで思いを、もし今の私たちが、さすが国物知りなのねタコにまつわる身、例えば、わかっ、面白い。祖父がまだ子供だった頃、タコの作り方は年長者たちから少しずつ教わって、細い竹で骨組みを、そして空を見上げてタコに名前や願い、その絵柄と願いにはどんな関係、そうね、例えば、へえ、他にもあるの。ツバメ飛びは一番伝統的なもので、幸運やき、リーウェではこ、ええ、そうでしょうね。もし興味があるのなら、こういった題材を扱って、ありがとう、すごく助かるわ。よーし、リアルで、さて、おい、ええ、じゃあ私は、そうだ、今年は総務士がたこ揚げ、旅人とパイモンも、も、ルールは簡単、私はその夜のためにフィルムをたくさん用意、報酬あるところにおいでじゃあ、お旅人、待った。右を見てみろ。お前が気づいてたかどうか知らないけど、さっき国生たちと話、うん、いや、あいつら砲塔団なんじゃない。やっぱりここは待ってるだけじゃダメだぞ。先手必勝、陣営のごとくだぜ。オイラは左、お前は右からな。ふん、我らを捕らえようとするその気迫、どういった了見だ。なんだ、随分お前たちの方こそ人の会話を盗み聞きするなんて。ふん、この二人にならば、こたびは属性を遊歴しておる。信じるもんか、あの偉そうな鹿の仙人が。うん、ふん、パイモン、口が過ぎるぞ。ふん、オイラの名前を知ってるくらいじゃ信じないぞ。まさか自分のことを利水定山神か。うん、まさにその通り。我も昨月とともに人の世へ降りてきた。こいつらよく調べてる。今から千眼軍を呼んで千人のふりをして。何を言っておる、島ヨタか。そうだぞ。ま、前回の怪盗祭でのことを覚えておるか。帝君と我らが古老山で、龍、あの即席イエンドゥシェンの味はたまに。それを昨月め。そもそもこの出会っても山でのことを漏らす必要。そこまで。でも仙人なら器も大きいよな。サンガを飲み込めるくらい。ふん。一つ聞いて、利水まだしも昨月、ふん、仕方なくだ。リュウンがリーウェ校へ行ってから怪盗祭も近づき、リュウンは物事をわ、俗に言う、だがさ、え、リュウ、うん、はい、自信家で傲慢、今頃は遠とざし、もし数日のうち、そっか、じゃあ二人とも気をつけ。うむ、気持ちはしかと受け取った。これ以上の見送りは不要だ。
がオイラの早とちりだったなんて。お、そうだ、おさ、大きくて綺麗。いらっしゃいませ。ツバメ飛びに蝶々。ああ、こちらの軍玉閣の。もしかしてこれに。もちろんです、軍玉閣。うわ、おいらこれがいいぞ。失礼、ちょっといいでしょうか。チエンさん、品は用意できましたか。ええ、そこに置いてあるのがそうです。わかりました、ではこちら。医療服。おや、医療服に興味があるのですか。もし、ゴミンってさっ。ええ、私たちはただ一つ問題。もしあなたたちが手伝。聞いた感じ本当に忙しい。よかった。もこの時間だとガミンはおそらく近くにいるはずです。タコを買うのであればまた後でいら。おいおい、おいおい、負けた方がザオ茶をおごるって約束したとはいえ、元気出せって。別に俺。それじゃあいつもと同じじゃないか。さすがにそれは良くないガミ。俺は何も負けを見あんなの大したことじゃないさ。お、よかった、ちょっと邪魔するぜ。お前がガミだよな。お、ああ、そうか、帰ってきて時間があったら。ま、荷物を受け取ろう。持ってくるとき重くなかった？あとは任せてくれ、俺に。そんな大変じゃなかったぜ。全部た、タコか。なるほど、パイモンはいいやつだな。で、そっちのお前がた、うリーウェじゃ、お前らを知らないやつの。おっと、そうだ、もし、兄ちゃんはいい人なんだけど最近は。それで、おう、たまーな、医療府までの道には。そうだ、食材は新鮮で。うめえの、新しい友達の前なんて大丈夫だって、分かってっから。さて、大丈夫だぞ。おっと、そりゃ。
ー